はい、えっと、では東京大学の大学院工学系研究科科学システム工学専攻の太田です今日はオープンキャンパスに来ていただいてありがとうございました、えっと、今日のミニ講義では「医療を開く科学と工学」というタイトルで、えっと、いろいろ研究の内容とかを紹介したいと思うんですが今日はみんなと一緒にこの科学システム工学科の先輩の3年生の2人に来てくれてもらってます斉藤君と大石君ですよろしくお願いします よろししくお願いします是非、まあ、この、えっと、大学生の先輩たちと一緒に、まあ、講義を聞いてもらってでいろいろこの大学でどんなことやってるのかなっていうのに少しでも触れてもらえたらと思います。では始めましょう。とまず、えっと、工学部っていうのは基本的に、えっとまあ、何か社会の課題っていうものに対してでそれを解決していくためにアプローチしていくと。 いうののが学部の基本的な考え方ですでその中で僕ら科学システム工学科では科学っていうのをツールとしてでその工学的な課題に取り組んでいくというのが僕らの研究のアプローチです。でその中で今日はお薬というのを題材に考えていきましょう。 えっと、皆さん病気とかになったら当然お薬を使うと思うんですけどじゃあ薬の課題って何かなって考えた時に、まあ、当然薬を飲むと病気のところが治っていくわけですけど、まあ、時には病気になってない部分についても効いてしまってこれが副作用を生じるっていうことが一つ、えー、薬の課題として挙げられます、まあ、例えば抗がん剤はがんを治療するために必須のお薬ですけど でも飲むと、が、え、ん、っと、の部分だけじゃなくて、まあ他の正常な組織まで攻撃してしまうので、まあ、それによって、例えば、抗がん剤を飲んだときに髪の毛が抜けてしまったりとか、あと吐き気がしたりとか、まあ、いろんな副作用が出てしまいます。まあ、なので、この副作用を生じずに、本当に病気だけを治療できるお薬っていうのが、えー、求められているというふうに考えられます。 っていうのを最初に、えー、と提唱したのはもう100年以上前の、えー、とポール・ユーリヒ先生という先生が最初にこの「魔法の弾丸」という概念を初めて提唱しました。ともかく狙ったく疾患だけを治す薬っていうことですね。でこのユーリヒ先生はその後、えーとま、梅毒っていう感染症の特効薬であるサルバルさん っていう薬を開発して、まあ、これが人類初めての魔法の弾丸特効薬として後にノーベル賞を受賞してます。でこの魔法の弾丸のコンセプトがえ提唱されてから100年経って現代の魔法の弾丸は何かっていうとこれがドラッグデリバリーシステムです。まあ、ずっとお薬そのものを、えっと、どんどん化学構造をもう最適化していって本当に切れ味よく病気だけに効く薬っていうのもどんどん開発が進んでるんですが。 まあ一方でそれだけで完全に0100でもう正常なところには全く効かないというような薬を作るっていうのはいまだに難しいというところも現状としてあります。まあ、これに対して、まあ、じゃあ薬をそもそも病気のところだけに届けることができれば別に正常組織に多少効いちゃうものであっても正常組織に届かなければ絶対効かないのでそういうふうに場所をコントロールしてやって必要な場所に必要な分だけお薬を届けるようなシステムを作る。 これが、えっと、ドラッグデリバリーシステムの考え方です。で、じゃあそういうような、まあでもそれ魔法みたいな話で、じゃあそういうようなドラッグデリバリーシステムをどうやったら作ることができるのかっていうときに鍵になるのは、えっと、ナノサイズの巧妙な仕組みです。この図は、えっと、体の中いや僕らの身の回りにある物質をサイズごとに並べてある図で、えっと、一番 まあ僕らの体は本当センチメートルとかメートルの単位なんですが、まあ、人の髪の毛が大体まあ10ミクロンから100ミクロンぐらいで、えー、っと <laughs> まあ僕らの体を作っている細胞あるいは赤血球というようなものは大体まあ10ミクロンぐらいですねでそこからそれをさらに構成しているタンパク質ってなってくるともう1ナノメートルぐらいでこうなるともう髪の毛の10万分の1ぐらいのサイズになります、まあ、この中で じゃあえっと、体を治そうと思ったときに逆転の発想で例えば、えっと、ウイルスや細菌、まあ、今コロナウイルスが本当に猛威を振るっていてもう言葉を聞かない日はないぐらいですけどこれらの、えっと、ウイルスとか細菌といったものは僕らの体の中に巧妙、えっと、に入ってきて僕らの体の中を操作して、えっと、病気の状態にしていくわけですが、えっとまあ、これが大体ナノサイズぐらいのサイズにあって実はこのサイズを非常にうまく使っています。 なので、逆転の発想で。まあ、このナノサイズのシステムをうまく使うことによって、逆にえっと病気の診断だったり、治療に役立てる。ていうのが、現在のドラッグデリバリーシステムを支えている一つのコンセプトです。で、実際に、えっと。ドラッグデリバリーシステムの時は、えっと、薬を運ぶ。えっと。箱みたいなものです、ね。キャリアって僕らは呼んでますけど。そのキャリアを。 うまく使ってドラッグデリバあの狙ったところにだけ薬を運ぶわけですけれども、この時に本当にウイルスに非常に似た構造を作ることで、これを実現しています。でこれ左側にウイルスの構造を示していますが、これも今コロナウイルスでよくテレビで見る写真に近いので、あのみんな見覚えはあると思うんですけど、あれの中を見てみると、これウイルスっていうのは、タンパク質に出てきた殻、エンベロープっていいますけど、この殻の中に、えー、と自分が運びたい。 DNA あるいは RNA ですね、これを中に封じ込めていて、て、さらにそこの横のポ外側にあるボツボツ、スパイクといわれるこの突起を使って、うまく体の中に入っていって、入った後にこの封じ込めている DNA を中にバーンと放出してで、これがどんどん増殖していくことによって、体の中でどん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 増えていくというような形で、僕らの体を、えー、と不健康な状態にしていきます。 これを逆に健康な状態にするように使おうというのが薬物キャリアの設計でこれ見てみるとかなり似た形をしますよね。この写真別にこのウイルスを模倣しましたっていう論文から取ってきたわけじゃなくて本当に単純にドラッグデリバリーシステムを達成するためにはどんなキャリアを作ればいいかっていう論文から引っ張ってきたんですけど並べてみると非常に似た構造をしてますよね。 でこれを同じようにカプセルを人工的に作っていてこの中にえっと僕らの体を今度は治す薬をえっと封入していますでその外側にえっと狙ったえっと癌ならがんに特異的にこれが運べるような仕組みをこの外側にいろいろ分子をくっつけることによってえっと狙ったところにだけ薬剤を送達するっていうようなキャリアを作っていますじゃあこのキャリアはどうやって癌に選択的に行くんですかっていうことなんですけど まあこれを示したのがこの図です。まあ、この図の中でこの赤いのが血管ですね。でこのグレーのやつがえっと体の中で悪さをしているがん、腫瘍です。でえっと、がんは <laughs> みんなもイメージあると思うんですが非常に増殖が早くて、まあ、なので早く見つけないとどんどん,どん,どん大きくなっていってしまいには手遅れになってしまうという非常に怖い病気ですけれども、でこれが普通の組織に比べて非常に大きく増殖するためには、まあ、その分まあ人間と一緒で、 その分だけもっとと栄養とか酸素ととかを必要とするわけですでそうすると体の細胞っていうのはじゃあその栄養とか酸素をどうやって取り込んでいくかっていうと血管を経由してこれを取り込んでいくのでがんはどんどん大きくなっていく中で、まあ、ここの見えてるこの細い血管みたいに元の血管からどん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 新しい血管を引っ張ってきてでこの血管を作りながらその周りにどんどん増えていくっていう増え方をします。 でこの時にもう増殖が早すぎるので血管を引っ張ってくるのが間に合わないでここが一つのポイントになりますまず本当に突管工事みたいにどん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 一生懸命血管引っ張ってくるんで、まあ、未熟な血管がいっぱいある状態でどん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 血管を増やしていきますそうすると通常の組織っていうのはこの血管と血管の間の隙間っていうのは非常に緻密になっていてもう本当に1なのも間が空いてないんですけれど で腫瘍の血管というのはこれが結構ズタボロに穴が開いた状態で、まあ、それでもともかく引っ張ってくるというような作り方をするので,でそうするとこのぐらいの隙間にえっと粒子のサイズを作り込んでやることによってでこれで血中の中を、えっと、血液の中を粒子をぐるぐる循環させていくと、まあ、粒子は普通のえっと健康な組織の中ではこの隙間を通ることができないので普通の組織にはいかないんですけどこの隙間だけを選択的に通ってこの腫瘍の中に 結果的に何周も体の中をぐるぐる回っていくうちにどん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 選択的にがんの中だけに集積していくでこのサイズだけをただこの絶妙なサイズにコントロールすることによってそもそもがんに選択的に集めることができます、まあ、さらに、えっと、このさっき、えっと、ウイルスのスパイクと似てるような分子っていう話をしましたけどこの粒子の表面にがんに特異的に結合する分子、まあ、例えば、まあ、抗体とかはみんな聞いたこと ぐらいはあるかなと思うんですけど粒子の表面にそういう癌に特異的にくっつくような抗体をくっつけてやるとでこの血管の隙間を通ってがんの中に入ってきた、えっと、粒子たちがこの癌の中に選択的にバチンとくっついて細胞の中に侵入してこの中で選択的にお薬を放出すると、まあ、まさにこれでウイルスが中に入ってってで自分の増殖していくのと同じような絵ですけど、まあ、こういうふうにして、えっと、がんに選択的にお薬を届ける。 っていう技術が、まあ、現在世界的に,に、えー、開発されていますでもちろんまだまだ研究している段階ではあるんですけど、まあ、一方でもうすでに臨床試験を通過して、まあ、実際に患者さんを治すために使われているお薬もありますじゃあこれはどうやって作るのかという時に、まあ、この例として今見せるっというものを挙げています、まあ、これさっきの図とまあ同じようなもので、えっと、この青いやつが人工で作ったポリマーですね高分子 の殻、えー、になっていて、いでこれ左が模式図なんですけど右側は本当に実際に撮った顕微鏡の写真で,でこの、えー、と高校生とかの、えー、と理科室にある顕微鏡っていうのは光で見るいわゆる光学顕微鏡っていうもので、まあ、そうすると大体見えるサイズっていうのは、まあ、10ミクロンぐらいが限度かなと思うんですけど。 でこれが、えっと、電子顕微鏡という特殊な顕微鏡を使うと本当にナノサイズのものも正確に見ることができてそうするとこの模式図って書いてあるのと全く同じようなこういう線と中に薬が入っているっていうような構造がきれいに見えることができて、まあ、非常にこういうのでやっぱ物を作って直接見るっていうのは非常に面白いなというふうに思ってます。で、 じゃあこれをどうやって作るかっていうときに、まあ、みんなものを作るっていうと今の段階だとこう例えばピンセットで並べてとか,なんかそういう大きいスケールのものを作るっていうイメージがあると思うんですが当然こんなちっちゃいものを一個一個つまんで並べて作るっていうのはまあ不可能ですよね髪の毛の10万分の1のものをこうつまむことはできないと思うのでじゃあどうやってこういうのを作るかっていうときに科学は非常に大きな力を発揮します 先ほどのミセルはどうやって作られているかっていうと、深疎水性を利用した作り方で作っていますで。実はこれみんなも高校で学ぶ海面活性剤っていうのと基本的に全く同じ原理です。海面活性剤っていうのはこういう浸水性の部分と疎水性の部分っていうのが2つを持っている分子で、まあ、今回の場合はこれが、えー、とちょっと分子量の大きいポリマーになってるんですけど、まあ、基本的には海面活性剤と一緒です。 で海面活性剤はこれで疎水性の部分が油にこうブスッと刺さってそれで油をくるっとこう取り囲むような形で油を除去してくれるという仕組みだと思うんですけどこれと全く同じで,でこれでお薬を疎水性のもの、まあ、油に近いようなお薬と一緒に混ぜてやると、えっと、自発的にっているんですが自然にこうやって さっきのミセルみたいな構造をうまく組み上げてで、この抗がん剤が中に封じ込められていて、その周りを高、えっと、分子、ポリマーの殻が覆っていて、薬を封じ込めてナノサイズぐらいのサイズのキャリアを作ることができるっていうのが、これが、えっと、別に自分で並べることなく、ただ、えっとえっとえっと、薬とポリマーを混ぜると、化学の力によって、えっと、自然にこういうのができる、これが化学の力ですで。これが化学を使ったものづくり。 でまあ、こういうように使って作ったミセルの製剤っていうのは、まあ、すでにえっと臨床でも一部使われていて非常に今後の活躍が期待されるお薬ですでさらに今まで薬を運ぶ箱の話をしてきましたけど、まあ、ナノ粒子ナノサイズの粒子にしてみるとただ薬を運ぶだけじゃなくてさらにナノサイズ特有の機能っていうものも、えっと、発揮することができます、まあ、例えばこの赤い液体 実はこれもさっき紹介した電子顕微鏡で拡大すると実は小さい小さいナノ粒子が分散しているんですけどこの赤色の粒子は一体何でできているかわかるでしょうかで実はこれ、えっと、金でできているんです。で金は、えっとまあ、塊ではこういうように、まあ、まさに金だから金色なんですけど、まあ、ゴールドの輝きを持ったこの黄色がかった色をしているんですけど まあこれもナノサイズまでちっちゃくしていくと,、えー、と分子と固体のちょうど中間みたいな性質を示してそうするとまあこれは大学に入ってから習うんですが、まあ、表面プラズモン共鳴っていうまあ特殊なえっと光の特性によって金色じゃなくてもう赤に色が変わりますですしこれがさらにちっちゃくなっていくと実は青色になったりとかいろいろそういう光の機能っていうのが、えっと 物質を小さく小さくナノサイズまでしていくと出てきて、でこれをうまく医療に使うということも、えー、と非常に盛んに研究されています。で僕らも研究室でこの菌というのは非常によく使って研究しています。で、これじゃあ研究レベルだけなのかというと、実はみんなの身近な例としてもあって、例えばインフルエンザの検査キットとか、みんなこうやって粘膜をグリグリグリってやられると思うんですけど、これで実際に検査して、えー、とインフルエンザ陽性かどうか。 とかあるいは最近ではまあコロナウイルスも同じように抗原検査っていうのをやってますがこういうのであるこの判定ラインが出るか出ないかみたいなこの赤の線が実は金ナの粒子です。で筋蛇の粒子が、えっと、さっき DDS ドラッグデリバリーシステムで紹介したようなそういう何か病原体に対して選択的にくっつく抗体みたいなものを粒子の周りにつけておいてあげるとそういうターゲットになる病原体がいた時だけこう線がビシッと出ることによって簡便に死んで 診断できるってうこういうようなキットはすでに市販されてて、まあ、インフルエンザもそうですし妊娠検査薬のキットなどは薬局でも売ってるかと思います。でさらに、えー、と金,金は色が変わりますけどさらに半導体っていうものは、えっと、ナノ粒子にすると、えっと、今度は蛍光を示します蛍光っていうのは光るやつであのそうですねみんなの身近でいくとよくブラックライトが当たった時になんか服が光ったりとかすると思うんですが。 まあ、ああいうイメージです、えっと、紫外線とかを当てるとこういうふうに、まあ、いろんな色の光が出るっていうのは傾向なんですけど、まあ、これを、まあ、これ僕らの研究室で作った粒子なんですが、えっとまあ、スマートフォンとか太陽電池にシリコンっていうものが使われてると思うんだけどでこのシリコンは当然その塊の状態だと全然光らないんですけども、まあ、太陽電池とかスマホがピカピカ光ってたらびっくりするよね。 なんだけどこれを、えっと、ナノサイズまでちっちゃくしていくと、こういうようにブラックライダーを当てると、えっと、いろんな光の傾向を出すことができて、でさらにこれがサイズによってこ出す色が青から赤までフルカラーで変えられるということが分かっています。なので、僕らの研究室では、この太陽電池やスマートフォンに使われているシリコンから生体に優しい、えっと、光ってどこが病気かというのを教えてくれる診断材,診断材料というのを開発しています。 でえっと、これによって例えばがんだけ光らせるとかでさらにこの写真にあるように細胞の中の一部のこう標的とする器官だけを選択的に光らせるということがさっきの DDS の、えっと、仕組みと連動させると作ることができます。でこれによって、まあ、これ例えばこの細胞の中のこれは細胞核だけ光ってたりとかこれは小胞体っていうところだけが光ってるんだけど、まあ、こうやって DDS の技術で細胞の特定の部分に こだけを選択的にに光らせることによって細胞の中を異常を見てこれによって診断することっていうのが可能になります。で、えっと、今までずっと紹介してきて、まあ、粒子丸ばっかだったと思うんですけど球以外の形は作れるんですかってよく聞かれます。で、まあ、答えとしては作れます。まあ、これいろんな作り方が今開発されてるんですが、まあ、例えば棒状であったり、まあ、四角だったり,やり星形みたいなんだったり多面体。 あるいはこういうカーボンナノチューブみたいな、チューブみたいな、さまざまな形の粒子を作る技術っていうのが現在開発されていて、でさらにこの形と,えっと細胞との相互作用っていうのが、かなりえっと形によって変わるっていうことが現在明らかになりつつあります。でこれをえっと診断とか治療にうまく使っていけないかっていうのが、これからさらに期待されていく領域ですで。具体的に僕らはその中で何をやってるかっていうとで、えっと、 さっき体の中で例えばがんの中に選択的に集まってきますよっていう話をしたんですけど僕らの疑問はじゃあ本例えばじゃあ丸がいいのか三角がいいのかっていう議論になるんですが、まあ、そもそもそのタイミングタイミングで必要な形っていうのは違うんじゃないかっていうふうに考えていて、まあ、なので形が2にこの時は丸でいてほしいこの時は棒でいてほしいみたいに、えっと、なんか形を自由に変えることはできないかなっていうふうに考えて研究をしました。 でその時に今、ちょっとなかなか1、えっと、つの粒子でそれをやるのが大変だったので、まあ、丸の粒子を1つのビルディングブロックとして使ってで、これをレゴみたいに組み合わせることで、その形を変えられないかなっていうふうな,な研究をしていますで。このために DNA、僕らの体を作っているまあ主要要素ですが、この DNA を材料として使ってで、これをレゴみたいに粒子を組み合わせることで、えっと、集積体を作る。 いいう研究を今やっていますこれ、えっと。これが模式図でこれが電子顕微鏡像なんですが非常にこの絵に描いたような形ができているっていうのが分かってもらえるかと思います。で実際にこの DNA の設計をいろいろ工夫すると、えっと、こっち上は大きい粒子が真ん中になっていてその周りを衛星みたいに他の粒子が取り囲んでいると思うんですけどここにある特定の DNA の、えっと、まあ シグナルが来た時にだけこれがガチャッと組み体操みたいに形を変えて、まあ、今これ中空の粒子が真ん中になってるっていうふうに形が大きく変わってると思います。でこの形が変わることで例えばさっきの蛍光の光の特性が変わったりとか、まあ、さらにがんをどれだけ特異的に認識してがんの中に入れるかっていうような性能が変化するっていうのをこれまで明らかにしてます。まあ、こういういにやっぱナノサイズの、 すごいちっちゃい形を変えれるっていうのは非常に面白いなと思って今これをうまく診断とか治療に使えるように研究を進めているところです。で、えっと、最後なんですけど、まあ、これ実際にまあ絵に描いたように、まあ、顕微鏡の写真も撮れててなんか後付けで何かやったんじゃないかっていうふうに思われるんですけどこれ本当に最初にまず設計図を描いてその通りに作っていったっていうふうにステップを踏んでいてこれが研究を始めた一番最初の時の 僕のの手書きのメモ書きメモこれは僕がトロント大学にいた時に、えっと、最初に行って考えてこうどうああでもないこうでもないって書いてたやつのメモがあったのでちょっと写真で持ってきたんですが、まあ、実際、まあ、ちょっとさすがに完全に一緒じゃないんですが、まあ、大体この時に考えてたようなのが実際にできているわけですね。こ紙の上で考えてたものが実際に顕微鏡写真で見てこういうふうに実現されてる。 まあ当然ここに至るまでに何回も何回も失敗し続けたわけなんですけどでも,でもそれを超えて最後この絵にお頭に思い描いてたようなこういう写真がバッて撮れた時っていうのは本当に嬉しくてワクワクする瞬間です、まあ、なので今いろいろ教科書を読んで一生懸命勉強科学を勉強しているところだと思うんですけど実際にこれから大学に進んでいくとそれを使ってものを作っていくというふうに科学を作って使っていくことができます これは本当に、えっと、面白いですし、これで実際にものができて、さらに診断、治療に、えっと、役立っていくというふうになると、本当にえ嬉しい瞬間だと思うので、ぜひ勉強も頑張って、その先にはこういう未来があるんだというのをちょっと少しでも触れてもらえたらなというふうに思っています。で最後にまとめますけど、 科、まあ、学の力でナノサイズの粒子を精密に設計することで、えっと、体の中で巧みに働く新しい診断、治療ツールを作り出すことができます。で、ナノ粒子を使った医療っていうのは本当にまだまだこれからです。まあ、なので、若い皆さんの力でこの分野がさらに発展していくことっていうのを、えっと、非常に期待しています。はい、以上です。えっと、じゃあ、えっと、大石君と斎藤君、んか質問はありますか じゃあ質問ししても大丈夫でしょうか最後の設計図を書いてそれまで世界にないものを作り出すっていうのを僕もすごくワクワクしてあのそういったところもあのこの学科を選んだ理由ではあるんですけどトロント大学の時にどうやってこうあの発想に至ったんだろうっていうのがすごく気になってそうですね。そ、まあ、そもそもはは最初は <laughs>、えっと 1なんかもう一個の粒子がいろいろ形変わるといいなって思ってちょっとやってみたもののやっぱちょっと難しいなと思って <laughs> その時にちょうど DNA でいろいろ構造を作るみたいな DNA ナノテクノロジーっていう研究は結構盛んにやられてた時期だったんでなんかこれうまく使えないかなと思ってそこでまあちょっと逆転な発想的な1個の粒子でできないなら粒子組み合わせてやってみたらいいんじゃないかっていうふうに思って。 それでやってみたっていう感じですね。いや、うん、当然でも最初はうまくいくかどうかもよくわかんない中で、まあそれでもまあまずやってみようっていうところからな,なんか元々はこう全然そこに使うと思ってなかったところがこう生きるっていうことが結構ある。うん、いや本当によくありますね。うん、もちろんなんか何か新しいものを作るっていう時に本当にこうポーンと、まあ、セレンディピティっていうと思うんだけど、うん、そのなんか全く 飛びがあって発想でポンと新しいものが出てくるっていうことももちろんあるんだけど、えっと、他の分野で使われてた、えっと、技術とか全然発想が違うものを組み合わせることで新しいものができていくっていうのもやっぱり結構よくあると思います。でそれがろ色のブレイクスルーにつながっていくっていう。で特に最近その何て言うんだろうね研究の幅っていうのは世界的にどん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 広がっていて。 昔みたいにこう一個だけのことをずっとやってるっていうのではもうとても対応できないぐらいいろんな多様な技術が出てきていてっていう意味でそれを俯瞰的に見てでうまく取り入れて使っていくっていう能力はこれからどん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 必要になるんじゃないかなと思います。でそういう意味でまあカシスみんな科学システム工学科の学生だと思うけどそういうシステム的な発想っていうのはやっぱそういうところでも生きてくるんじゃないかなと思っていて。<laughs> いろんな技術がある中でそれをちょっと俯瞰的に見たに、えー、ときに、まあ、それぞれどう捉えられるのかなっていうのが分かってくるとあじゃあこれとこれ組み合わせたらこういうふうに使えるんじゃないかみたいなそういう知識の整理ができると、まあ、それでまた新しいものができていくっていうのはありますね。ありががととうございいますあの、えー、僕今のののお話聞いててちょっっ気になたで粒子の サイズや形をコントロールするっていうこれの成功に至るまでにもかなり試行錯誤があったということをおっしゃってましたけど研究で何か新しいものを生み出していくっていうのはなんか相当まあかなり厳しい世界だと思うんですけども太田先生は結構早い段階から研究者を目指されていたんですかそれとも何か他の道とかも考えたりしましたか、うん、そううだね多分今ちょうど 3年,ね、3年生で研究室にこれから配属されていくと思うんだけど、はい、もう最初に3年生ぐらいの時はもう全然研究者なんて考えてもなかったのね。でままあ、もちろん講義は聞いて勉強はしてたけどでもまあ普通になんか会社に就職しようかなとか商社、まあ、行こうかなとか思ってたぐらいだったんだけどやっぱ実際に研究してみるとやっぱ全然世界が違って。 なんかどんどんそれでのめり込んでいってああ楽しいなと思ってではなんていうの知識を獲得するっていうのが今までの、まあ、座学で、えー、と授業を受けてきたところだと思うんだけど研究とかを始めると今度知識を使っていくであるいはさらに作っていく風になるじゃないそうすると全然捉え方が違ってきてでも本当になんか面白いなんかやっててああ面白いなと思って熱中し始めて。 で気づいたら <laughs> そのままどん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 先に進んで <laughs> 今に至るって感じでも今でも面白いなと思うしやればやるほど分かんないこといっぱいあるし、うんそうね、か勝者とかの考え方ってな、うのはちょっと意外でした、ね、<laughs> 今やね <laughs> 本当にその時は何て言うんだろうね別に科学だけが自分のあれじゃないじゃんなんかいろんな興味あるから あのこう先生、工学部だけどこうお薬の研究をされていると思うんですけれどもこうなんか薬の研究というとどうしてもこ薬学部に行かないとできないって思ってしまう高校生多いと思うので薬学部以外でこう薬の研究をすることのこうあの面ろさってどういうところ非常にいい質問だと思います。<laughs> でもちろんあの薬を作るのの専門の学部は薬学部で最初に言ったその薬そのものの分子構造をいろいろ考えてでより選択的に効く薬を使うってうそういうアプローチは当然薬学部は一番主流にやってます、ね、でもそれに対して病気を治すっていう目的のもとに工学的に考えた時に、ね、薬そのものだけで十分かっていうとそういうわけじゃない。 でそこに工学部が貢献できるところっていうのはいっぱいあって例えば僕らのやってる研究とかは薬はありきでその薬をはどうやって運ぶかっていうところに工学的な技術を使うっていうのが一つあるしまたさらに科、えっと、学システム工学科にはその薬を今度じゃあ薬も製品だからで今度じゃあ,まあ薬の分子がこれだっていうのができた。 ってなってもう今度はそれを大量に作ってで工業プロセスに載せていかなければいけないよね。そうなると今度じゃあ大量に作るにはどうしたらいいかとかコストがどうなるかとかそういうのはまたシステム的な発想が必要で,でそれは例えばうちの学科でいうと杉山先生とかがやってたりとかして一要素として薬はあるし例えば医療は医学部がやるっていうのはあるけどでもその中にえっと それは工学的な発想としては例えば究極患者さんを治すっていう課題を考えたときに当然足りない部分っていうのはあってでそこに我々のアプローチで貢献していくことができるっていう意味でやることは本当にいっぱいあると思うしでその中でうまく薬学とかで最後はやっぱり連携していくことが大事だと思うんだよね。その僕はやこれやります私はあれやりますって言ってるとものはやっぱりできなくて。 だからやっぱり以降連携とか以降役連携とかいろいろ言われていてでやっぱりどん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 共同研究の垣根っていうのはどんどん下がってる気がして僕自身もいろんな人と一緒に今までも研究してきましたしそれをつなぐ上でやっぱ工学的な発想っていうのは何か役に立つなっていうふうに改めて思って やっぱりこう薬学部だけとか医学部だけじゃなくてこう工学部に来てもこうあのなんて言うんでしょう医療とか人を救うのにも貢献できるっていうことなんです、うん、はいそうです <laughs> 今はこう大学の、まあ、学部とか大学院とかでどういった研究ができるかみたいな話だったと思うんですけどあの多分こう。 高校生でも結構大学でどんな研究をやるかっていうことがそれ以上に結構その後の進路ってどうなっていくんだろうみたいなこところに関心がある人も多いと思うんですね。まあ僕も結構そうなんですけどそういう意味ではなんか薬学部だと割と薬剤師か製薬会社行くかみたいに結構その進路はあの割とこう狭いですけど確実というかっていうイメージがあって一方で工学部だとなんか こう薬のことばっかり学ぶとかじゃなくていろんな専門的な技術学んだりいろんなことを幅広く学ぶのでなんかあのその後の進路の選択の幅が結構広がるというかその分自分でなんか迷ってしまって何か何やったらいいんだろうっていうふうになることも多いんですけどなんかです、ね、ちょっと話がまとまらなくなってきました <laughs> なんか。 したいことはわかるかるなとその工学部って間口が広いよね一つでやっぱ工学部のそもそもの,あれあの発想はなんか課題があってそれを解決するっていうのだから逆に言うと課題の幅っていうのは非常に広くて例えば何かこの分野のここっていうスペシフィックなあれじゃないから、まあ、例えば卒業生の先輩たちの就職先も本当にいろいろ多岐にわたるよねあの科学システム工学科だけで行っても科学メーカーに行く人もいれば。 プラントエンジニアリングの会社に行く人もいるしヘルスケアのところに行く人もいるし本当にいろいろあると思うんだけどっていう意味でまあ選択肢が広いから迷っちゃうっていうのは分かるんだけど逆に言うとどれを選んでも大丈夫なような武器を身につけるっていうのが、えっと、科学システム工学科の,あの強みだと僕は思っていて結局その科学を武器にでシステムっていう一つの考え方をツールとして。で まあ、俯瞰的にいろんなものを考えられるっていうその基礎力一つの方法論だよねこれを学部とか大学院で身につけてほしいなっていうふうに、まあ、僕らは思っていてでそうするとあの取り組む対象が変わっても基本的にその身につけた強い方法論っていうのは、まあ、何にでもやあの使えると思っているの、ね、例えば僕も貸スを卒業して貸スに最初学生としていた時ってそんなに医療系の研究をしてたわけじゃない。 だよね、僕もともと卒論の時は、ナノ粒子をこう工業用にこう塗るときに、なんかそれで塗った後、液が乾いていくじゃん。でそれがどうやってこう粒子が並んでくかみたいなシミュレーションをやってたんだけど、卒論の時とかね。えー、のでも、そもそも全然違うところからスタートして、でも気づいたら卒業して医学経研究科で、えー、と博士研究員として働いて、でその後、医学系研究科でしかも助教までやって、で、今戻ってきたんだ。 っていうのでまあどん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 こうやっていく道は変わっていくんだけどでもやっぱりカスに身につけた方法論っていうのがあるからそれを使うと分野が変わ移り変わっていってもやっぱりしっかりと対応できるなっていうのは実感していて、まあ、なので僕は科学システム科,学,科学,学をすごく軸にしてるから例えば体の中を見たときに、まあ、みんなあれじゃん科学科学で臓器かあじゃないわえっと 例えばプラント一個一個が配管でつながってますよみたいな単位操作ですっていうような話を習うと思うんだけど僕らは体を同じようにそう見ていて <laughs> そうすると薬がその中でどう分配されていくかなっていうのもだから、えー、と化学枠で使う物質移動の方程式とかをそのまま体の中に薬がどう回っていくかっていうのに当てはめて考えてたりとか,だかそういうことで考え方方、えー、方法論を身につけることができるっていうのは強みだと思うので。 逆にその出口は一つに絞らなくても逆に自分が興味があるなと思ったところに選んでいけばあとはそれを達成するための方法論っていうのは歌手でしっかりと学べているはずだと思います <laughs> なのでそこは自信を持って自分がやりたいなって思うことを大事にして進路を選んでいけばいいんじゃないかなと思いますあともう一個質問大丈夫ですか。なはいはい なんかこう形が変わるとこう細胞との相互作用が変わるっていうのがこうすごいこう個人的には不思議でえとこう例えばこう三角水ですとかこう流形ですとかさっきみたいなトゲトゲした形とかいろんな形が出てきたと思うんですけどなんかこうそれをこう予測できたりとかもするんですか形どういう形を作ればどういうふうにうまくいくっていう。その辺は本当に今研究が これから進んでいくところで分かるとこと分かんないところがあるよねで多分そのなんて細胞膜ってあったじゃないあ,のあれがこう異物と接触した時に何を感じてるかっていうのがまだ分かりきってないんだけど多分この当たったところのこの何ていうの角度 <laughs> とかなのかな。<ー>であの。 えっと、例えばとでやっぱりそれがなんかあとは免疫系の細胞でて、まあ、ウイルスとか含めなんか結構トゲトゲしたものはやっぱり異物として認識しやすいのよね。うん、っていうのはやっぱそういうふうにできてるみたいで,で例えばまん丸の粒子とすごいスパイクでトゲ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 してるやつを免疫系の細胞にと一緒に混ぜてみるとやっぱり形がトゲトゲしてるやつの方がその炎症反応みたいな。 相手を攻撃しようとする活分かってきていてなんでやっぱり形っていうもやっぱ形には意味があると思うしやっぱそこを理解してでうまく最後は人間の力で使いこなしていくっていうのがまあやっぱこれからなんだろうなというふうに思ってます。うん、じゃあまだこう今からこう僕たちが研究してあのもし僕とかが本田先生の研究室に入ったら研究していける分野 もちろん、もう、うん、いや、本当に研究はやればやるほど分からないことだらけ。<laughs> そうですね、1の一本、先生の論文をなんか読ませていただいたことありますけど、なんかこれから先、こう10年、20年とか、そういうスパンで、なんか研究の計画とかも考えてっぱまこう だろうね、<laughs> で最終的には一つの分野を作っていくっていうことが当然目標になってくるんだけどやっぱり一個一個分かんないことっていうのは多くてやっぱその長期スパンでもちろん一個一個のテーマは12年とかで集中してやってくんだけどやっぱそれを一個一個やりながら長期スパンで何ができるかどうやっていけばいいかっていうのを考えていくっていうのが大事かなと思っててれそれって何って言うんだろうね自分でマネージできるのが 研究の面白いところでもあるかなと思って別に誰に何やりなさいって言われるわけでもないじゃん基本的に自分で解明しようと思うゴールを、まあ、自作自演みたいな感じで言い方を変えるとね自分でゴールここって決めてでそれに向かってみんな頑張っていくわけなんだけどということはそのゴールの置き方自身もすごく大事になってくるでそれがゴールを最初ここに置いてここに置いてここに置いてっていうのが多分10年スパンとかで考えていることだし。 っていう,のでそう、ね、<laughs> なんかそれも含めてやれるとまあもちろん最初はみんな与えられたテーマを元に一生懸命ここに向かっていくわけだけど徐々に慣れてくるとじゃあ次こっちに行こうかなあっちに行こうかなでもそれはもうどんどん自分の進み方と興味がある方向になんて変えられる、ね。うん、っていう意味で研究って正解もないしそもそも何て言うのゴールの設定自身も自分の。 設定の仕方次第その中で今まで使ってきた知識、あるいはこれからつく身につけていく知識をうまく使ってそこをドライブしていくっていうそれが面白いところかなと個人的には思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あともう一ついいですか。はいはい。なんかこう途中あのミセルの作り方でこう表面活性剤と全く同じ原理。うん、うんうん まあ僕自身もこう、高校の頃のあの、知識をよく、あの今を使ったりするなとは思うんですけど、高校生って多分すごい、こう、今問題解いてるけど何になるんだろうとか、例えば数学の問題解いてるけど、<laughs> これ、あの、結局、何の,何の意味があるってなっのどこんなことしてるんだろう <laughs> あの、やっぱ受験勉強してる期間が長ければ長い子も思う,思うですよ。うんうん、なんかそれに対して一言いただき そういや僕もなんかそれを伝えたくてあのミセルの例を <laughs> あえて出したところがあって結構みんなが今高校生のみんなが学んでる知識でもそのまま研究に役立つことっていうのは結構多いです、ね、で今は使い道がよくわからないで試験に出るからっていうのもある側面もあるかもしれないけど実際それが本当に自分の武器となってで新しいものが作れるっていうのは結構あります。まあ、例えば僕最初に で今日の講義と関係なくなっちゃうけど最初にナノ粒子のシミュレーションをやってましたっていう話をさっきしたと思うんだけどその時に粒子のの動動きを計算するのって結局運動方程式なんだよねだから物理で習うあの <laughs> 運動方程式あれとほとんど一緒なんだけどそれを大学に行くとコンピューターの力を借りてどん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 ,どん解けるわけじゃない。うと あの全然なんか思ってたよりすごいことができるんだけど実は基礎になってるのって基本的にあの物理で解く運動方程式とほぼ一緒だよねそれはんか1万個分の粒子分でずーって解くそれだけで本当に現実の現象を再現するようなシミュレーションができてしまうのであながち今高校とかで学んでる内容が全然じゃあ大学ではまた全然新しいことを学ばなきゃいけないのかって言うとそんなことなくて。 その基礎があるっていうことは非常に大事だと思うから、あの時期にしっかりとした基礎を作るっていうことは僕は非常に大事だと思ってます。ありがとうございます。はい、え今日はえっ、ー、とありがとうございました。いかがだったでしょうか。今はみんなえっ、ー、と授業で一生懸命、えー、と科学をはじめとしていろんなえっ、ー、と知識を学んでいるところかと思いますが。 大学に入っていくとその知識をさらに増やしていくだけではなくて、まあ、それを使っていろいろなものを作っていく、研究していくっていうことができるようになります。これは本当に楽しくて、でぜひみんなにもえっと体験してもらいたいなと思ってます。で今回は医療の話をしましたけど、まあそれ以外にもエネルギーだったり環境だったり、本当に様々な分野でみんなが今勉強している知識っていうのは役立てていける。 まあ、今回の講義では、その一端に触れてもらって、少しでも面白いなと思ってもらえたらいいなと思ってます。ぜひ、大学で待ってますので、また一緒に研究できる日を楽しみにしています。高校生の皆さん、えっ、ー、と、今日の講義聞いて、あの、どう思ったでしょうか。 僕が高校の頃って結構東大ってすごい憧れの存在でこう身近に東大生もいないしちょっとよくわかんないなっていう風に思ってたんですけどこうあの地方の皆さんもそのよくわかんないなっていうのを恐れずに是非こう,あのこう東大に飛び込んできてくれるといいなという風に今3年になっては思ってます。 すごくこうあの同級生もいっぱいいるしこう価値観もやっぱこう都会と地方で違うところもあって戸惑うところもあの多分あると思うんですけれどもそれでこうすごくこう世界も広がるしやっぱこう友人の幅も広がるしまず何よりこう教養学部で、えっと、いろんなあの分野に進む友達ができるっていうのをすごくこう個人的には今あの,いやあのこう。 なんでしょうあの今の友達とかを考えてもこういいなというふうに思いますなのでえー、とぜひぜひあのこうあの手の届かないところだなんて決して思わずにこうすぐあのあの手を伸ばせば届くと思うのでぜひぜひ頑張ってみてほしいなと思いますオープン 高校生の時はあの、まあ、東大への憧れみたいな感じで、まあ、受験勉強すごい頑張ってなんとか本当にギリギリで東大に入ったんですけどでも12年生の時って、まあ、そのまだ学部が決まってない状態で自分がこう何を学べばいいんだろう自分がやりたいのって何だろうっていうのがよく分からなくてなかなかこう勉強に身が入らなかったんですね。でもまあ ななんとなく工学部に行きたいなみたいなのがあってで今の学科に進学してきたんですけどでも工学部ってこう何と言うかなんか解決したい課題があってそれのために必要だからなんかいろんな知識を学んでいくっていうその課題があってそれのためにこう必要な道具揃えていくみたいなのがこう基本というか基盤にあるのでなんかこうとりあえず。 なんか興味のある研究室とかがあるとそのために何勉強したらいいんだろうっていうのがすごい見えやすかったりとかそういうところがなんか工学部のいいところかなっていうふうに思ってて僕は実際工学部に進学してから結構勉強あの頑張ってるんでなんかその工学部っていうのはそういう意味ですごくいいところかなっていうふうに思ってます。